はい、皆さんこんにちは。京都市会議員の平山孝雄でございます。本日はですね、以前にも動画を作成いたしました、元銀行員政治家が考えるこの度の、日本の経済政策であったり財政の政策、そして、現代貨幣理論の、お話をさせていただきたいなというふうに思ってるんですけれども、本日のテーマは、国債に関してお話をさせていただけたらというふうに思っております。国債というのは読んで字のごとく日本国債なんですね。そしてよくマスコミ報道等でされるのは、今の国債の発行残高は1000兆円を超えるから国民の皆さん一人当たりに直すと800万円から900万円の借金ですよというふうに言われるんですけれども、これは以前にも申し上げた通り、私は大きな間違いだというふうに思っております。以前にも申し上げた通り、国債はですね、これ貸し方と借り方、バランスシートでしっかりと考えないといけないんですけれども、なのでそういったことから考えたら、例えば今回皆さんのお手元に10万円いく特別定額給付金ですね、特別定額給付金のこの財源です。この財源は全額赤字国債なんですよ。そしたら赤字国債を、例えば10万円作ったら、その10万円は皆さん方の手元に行くと。そしたら赤字国債はあるけれども、皆さん方の手元に10万円が行くと。そしたら国債はあって、その赤字国債は皆さん方の資産になるわけなんですね。だから日本国債はもう読んで字のごとく国民の借金ではないんですよ。日本国政府の借金だということは本日覚えていただけたら大変ありがたいなというふうに思っているんですけれども、じゃあそういったことで、例えば今の社会福祉関連経費ですよね、これなんかも例えば年金とかそんなんですよ。6割は確かに税金を、財源のですよ、財源の6割は税金、消費税はじめとした税金を、税源を財源としてやってるんですけれども、4割は国債なんですよ、これ。例えばじゃあそしたら、10万円の年金が皆さん方に振り込まれたら、これ6万円は税金かもしれない。6万円は税金かもしれないけれども、残りの4万円はこれ赤字国債とかの国債なんですよ。そういうことを考えたら、国債っていうのは借金じゃなくて、皆さん方の手元に行ったら資産になるということなんですね。これは少しそういうマスコミ報道等では誤解を呼ぶのかなというふうに思いますので、しっかりとお伝えをさせていただきたいと思って、本日繰り返しちょっと申し上げたところなんですけれども、そしたら国債、今借金、国債が1000兆円超えるように残高があって、これ以上言ったら債務不履行するんじゃないの、いわゆるデフォルトと呼ばれるやつですよ。日本国債が払えなくなってデフォルトするんじゃないのというような心配をされる方がたくさんいらっしゃると思います。例えば記憶に新しいところで言うと、かつてギリシャが債務不履行をデフォルトしたんですね。これは少し考えたらですね、ギリシャというのはもともと独自のドラグマという通貨を持ってたんですけれども、今のギリシャ、その当時のギリシャもですけれども、向こうはヨーロッパで EU っていうのを作りましたね。そして統一通貨でユーロという通貨がありますね。共通で使われるヨーロッパ内で入っているところはですけど、それはユーロを発行するのは欧州中央銀行というところで、これは要はギリシャがユーロ100くれと言って100吸ってくれるようなもんところではないんですけれども、要はギリシャの国債っていうのは建てた時に後でユーロで償還をされる、ユーロで返すというような約束で国債をほとんど作ってたわけですよ。そしていざじゃあ返す時にユーロが手元にあるのかって言って、なかったからデフォルトしたというようなのが、私大きな原因の一つなのかなというふうに思うんですけれども、じゃあ果たして日本はどうなのかって言ったら、日本国債というのはこれが全部が円建て、要は日本円建てで作られている債券なんですよ。これは侍建て債券と呼ばれるんですけれども、じゃあどういうことかって言ったら、例えば今日本国債100万円を作りますよねと。で、10年後、110万円でお返ししますよというような国債があったとすると、今100万円で国債作ったと。そしたら10年後どうしたらいいのかと言ったら、これは理論上、110万円円で吸ったらいいんですよ。
だから日本国政府はそれがだから外貨建ての債券とかやったらダメですよ。ギリシャみたいに自分のところの通貨じゃなくてユーロという欧州中央銀行が管理している通貨建てで債券を買いてたから、これは自分で独自でできないけれども、日本っていうのは日本円で建ててる債券だから日本国債っていうのは、まあ、これはどれだけやっても絶対にデフォルトすることはないんですよ。そこは覚えていただきたいと思いますし、それは諸外国とか世界各国は皆さん分かってるんですね。だから日本円であったり日本国債っていうのはこれは買われるわけなんですよ。まあ、ついでに一つ言うと、日本国債っていうのはこれよく日本の国内の銀行がよく持ってるわけですよ。それはどういったところで持ってるかって言ったらですね、銀行は日銀当座預金といって、銀行が日銀に準備の預金を絶対持ってなあかんのですね。で、その準備の預金は、例えば今はマイナス金利だからとか、最低いくら持ってなあかんとかっていう基準があるんですけれども、マイナス金利やったら預けてても得をしないから、例えばそれで国債買うわけなんですよ。そしたら、要するに通帳の書き換えみたいな形で言ってるんですけれども、その辺の、詳しいお話はまた次回以降にさせていただけたらなというふうに思うんですけれども、まあ、要するに私が今日言いたかったのは、国債というのは日本はデフォルトをすることはないというふうに私自身は思ってるんですね。そしてじゃあ仮にじゃあ100という国債が110でというふうにやってたら、これ将来通貨の供給量が増えて、とんでもないインフレになるんじゃないのというような疑問をお持ちの方もいるかと思うんですけれども、そういったことに対して、例えばこれは税金とかそういったものがあるんですね。本日、お話しするとまたちょっと長くなりますので、次回は税金の話であったり、そういったことを中心にお話をしていけたらというふうに思っております。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。